昨日と同じ場所までは来られましたね。でも依頼の植物はもっと奥まった場所で見かけたようですね。じゃあ早速奥まで調べてみよう。みんな今日もよろしくな。今回はちょっと珍しい子を探してるんだ。何か知ってたら教えておくれよ。はあ、早速植物と会話してるんですね。ちょっと静かに。ん？珍しいことならあった？一体なんだい？ふむふむ。どうやら昨日の夜、女の子の二人組がここで人暴れしたみたいだ。昨日の夜？この湿地って夜になると強い魔物が出るんじゃありませんでしたっけ？そうなのか。じゃあ相当腕に自信があるってことだな。あれ、レスナちゃん、早く先行かないの？待って、今行くから。こんにちは、また来たよ。その話はまた後でな。今日はもうちょっと先に行きたいんだ。もしかしてひっきりなしに声をかけられてる？すごく人気者なんですね。ああ、この辺りの子たちとはもう仲良しさ。ねえねえ、この子はなんて言ってるの？ん？ちょっと待ってな。なるほど、ありがとな。この先一段深くなってるってさ。うん、っうわ、どうしたんだ、大丈夫か？できればもうちょっと早く行ってほしかったです。ごめんよ、なぜかみんな小声で喋ってて聞き取りづらかったんだ。小声？なんかやけにみんな静かにしてるんだよな。どうしたんだろう。すごいものが取れちゃった。敵だ。よし、前線は任せろ。後方支援はお任せください。力が活力せよ。いや、偉大な錬金術の力。いや、絶好調だよ。それ、トゲの雨だ。行きます、守り神、私たちの元へ。逃がさねえで。冷静に、落ち着いて。俺の番だな、切り裂く。次はどうすれば。私の番だね、輝け。お見事です。いつもより調子よし。いざ自信作。続きます。助かった。やるね、すごいです。いつもより調子よし。夢への道切り開く。いい感じだね。絶好調。いくよ、降り注げ。相変わらず湿気が多いところが苦手だね。
気持ちはわかるけど。これに関しては達人だから。うん、ありがとう。これでしばらくは大丈夫だよ。はあ、レスナさんのこと嫌いになりそうです。同じく。先輩、特徴通り、これだよ。レスナちゃん、本当だ。これで残るはあと一つだね。これだけ持って帰れば十分じゃないかな。もう一つはできればって話だったし。でも完璧にこなしてこそ立派な錬金術師だと思うんだよね。ここまで探してやっと一つ見つけたんだよ。もう一つ探してたら遅くなっちゃうよ。せっかくここまで来たし、もうちょっと頑張りたいんだ。レスナちゃん、そこまで言うんじゃ仕方ないな。もっと奥まで行ってみよう。そうだね、ここまで来たんだからとことんやってみよう。ありがとうございます。もうちょっとだけ、もうちょっとだけなので。もうちょっとなら大丈夫なのかな。この辺りの素材は大体取り切ったかな。よし、敵だ。よし、前線は任せろ。後方支援はお任せください。うわ、すっごく強そうなんだけど。
いつでも行けるよ。力が活目せよ。やあ、偉大な錬金術の力。体が強烈だよ。ウニ、さすがだ。これでも秘伝の技見せてあげます。やってやるぜ。逃げられないよ。ちょっと怖い。輝け。今すべきことは巨大投擲大粉砕。蹴りをつけるぞ。準備はいいか。カサタが、これでも食らえ。続きます。助かった。やるな。すごいです。カサタが、おや、こいつでどうだ。絶好調。強烈だよ。ウニ、さすがだ。これでも秘伝の技見せてあげます。できてるよ。これをこうして、うわあ、わあ、いっぱいだ。冷静に落ち着いて。巨大投擲大粉砕。やるな。終了だね。お疲れ様でした。